高山植物のミヤマキリシマの自生地、阿蘇市一宮町泉水郷で、季節外れのミヤマキリシマの花が咲き、話題となっています。阿蘇市一宮町泉水郷一帯には、およそ5万株の高山植物ミヤマキリシマが自生していて、本来なら5月から6月にかけて花を咲かせています。阿蘇市によりますと、毎年この時期になると5株ほどのミヤマキリシマが季節外れの花を咲かせるということです。今年も先月下旬頃から花をつけ始め、現在では泉水郷駐車場東側の1株が真紅色に咲き、満開状態となっています。この株の他にも数株で1輪から3輪と花をつけている株もあります。季節外れに咲いたミヤマキリシマも1ヶ月ほど楽しめるということです。